はい。どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、ファインペイでチャージコンボ。初めてのチャージや銀行口座連携からのチャージなど、お得なチャージ方法を解説ということで、今回は久しぶりのファインペイですね。この動画では、ファインペイでチャージをすることで、お得な組み合わせがありましたので、まあ、それについて簡単にお伝えしていこうと思います。結構ですね、使い方によってお得ですので、ぜひですね、最後まで楽しんでいただければと思います。それでは行ってみましょう。 ということで、早速お伝えしていこうと思うんですけども、今回ですね、ご覧の通り、お得コンボということで、大きく分けて4通りございます。今回これを全部クリアすることで、かなりですね、お得にチャージができて、なおかつお得にお買い物ができるということになっております。まあ今この4つ並んでる中で、まあ一つ一つですね、小分けにして、まあ簡単にだけですね、解説をします。まず一つ目の、丸一番、初めてチャージ500ポイントということで、 それがこちらなんですけども、お一人様一回限り、初めてのファインペイチャージで、ファインペイボーナス500円相当必ずもらえるというキャンペーンとなっております。で、このキャンペーンの期間なんですけども、対象期間が5月の29日からすでに始まっておりまして、8月の17日の月曜日までとなっております。なので今もですね、絶賛開催中ということですね。 ま、細かいところにですね、入っていこうと思うんですけども、ご覧の通りとなっております。まず一つ目に、こちらエントリー不要となっておりますので、とりあえずファインペイにチャージをすることで、この500円相当がもらえるということですね。で、条件としましたら、とりあえずファミペイに初めてチャージをされる方となります。まあ、僕はですね、もうちょくちょく動画にされ、してるので、ま、ご存知の方多いと思うんですけども、すでにもうファインペイを使ったことがあるので、僕自身はこれには該当しません。なので、もしね、まだファインペイ使われてない方はですね、これに該当するということになります。 で、チャージ方法としたらご覧の通りですね。店頭で現金でチャージをするか、ファイマティカード、クレジットカードのファイマティカードですね。これでチャージをするか、そして最近追加された銀行口座からチャージをするか、この3通りの中からどれかをクリアすることで500円相当がもらえるということですね。で、この500円分のボーナスなんですけども、翌月の10日頃に申請されるということになるので、即時反映されるわけでもないので、ここはお気をつけください。 以上がこちら初めてのファミペイチャージでファミペイボーナス500円相当もらえるキャンペーンについてでした。それでは続きまして、今回2番目ですね、銀行口座チャージ10万円チャンスということで、これはですね、結構面白いなと思いまして、 それがこちらですね。ファインペイ銀行口座チャージキャンペーンということで、1回5000円以上銀行口座チャージをすると、抽選で1965名様にファインペイボーナスが当たる最大10万円相当ファインペイボーナスプレゼントというキャンペーンとなっております。まあ、今朝ですね、僕もあのツイッターでつぶやいたんですけども、 ご覧のように出てる AU 自分銀行であったり、水保銀行、あと SMBC 三井住友銀行ですね、あと MFG 三井ビーシー UFJ 銀行、そしてゆうちょ銀行ですね。これが対象の銀行となっておりまして、ここから5000円以上チャージをすると、このキャンペーンにも参加することができるということになっております。でですね、後ほど僕もですね、銀行口座連携まだやったことがなかったので、まあ銀行口座連携を行って、プラスチャージも行うので、これは動画の後半にお伝えします。 で、一応ですね、このキャンペーン細かくですね、分けてみまして、キャンペーンの期間なんですけども、2020年の6月16日からすでにスタートしておりまして、7月の13日までとなっております。で、期間中に1回だけ5000円以上チャージをすることで、これでもすでに参加が可能ということですね。特にエントリーとかもする必要はないので、とりあえず5000円以上のチャージが必要となっております。 そして抽選で合計1965名様に最大10万円相当ということなんですけども、まあ、ここがですね、1等から4等まで出てるファインペインボーナスということなんですけども、4等が100円相当のファインペインボーナス、これが1万名様。 1000円相当当たるのがファインペインボーナス900名様そして1万円相当のファインペインボーナスが60名様そして今回の1等でもある10万円相当のファインペインボーナスは5計で5名様に当たるということですので、まあ、これ全然100円とか1000円でも全然当たったら嬉しいので僕自身はこれに参加しようかなという感じですね 以上がこちら銀行口座チャージ10万円チャンスについてでした。これ後ほどまたお伝えします。続きまして3つ目ですね。毎月25日チャージの日ファミチキということで、ファインペイ毎月25日はチャージの日、一度に3000以上のチャージで無料引き換えクーポン必ずもらえるということで、今月はファミチキがもらえるということですね。こちらのキャンペーンの期間なんですけども、今回動画をアップしているのがちょっとギリギリで申し訳ないんですが、期間が 6月25日木曜日の0時から23時59分限定でお一人様1回限りとなっております。なのでね、もしまだこの動画を見られて、ファミリーマートがちょっと自宅の近くにあって、なおかつね、3000以上のチャージの予定がある方であればちょっと参加するのもありなんじゃないかなと思います。まあ、先ほどお伝えした銀行口座からのチャージが5000円で参加することができるというものだったので、まあ、それと組み合わせて使えるのもいいんじゃないかなというふうに思います。 以上が毎月25日チャージの日のファミチキがもらえるキャンペーンについてでした。そして最後4つ目ですね。これチャージではないんですけども、バニラビザギフト2.5%還元というものなんですけども、それがこちらですね。バニラビザギフトカードをファミペイ払いでご購入すると、ファミペイボーナスがご購入金額の2.5%還元というキャンペーンとなっております。ちなみに、もらえる上限なんですけども、1500円相当までとなっております。期間はですね、今下にも出てるように、6月の23日、 3からスタートしておりましてて7月の20日ままでとなっております、まあ、ちなみにそのバニラビザギフトカードなんですけども、ご覧のようなものとなっております。まあ、いわゆるそのポサカードと言われるものですね。ファミリーマートで、まあ、3000から1万円の間でどれ、いくら分購入しますかっていうのを指定できるんですけども、これを購入することで、今回の2.5%分がファミペイボーナスもらえるということですね。まあ、もちろんこれはファミペイで支払ったら、ファミペイボーナスが2.5%還元というものになっております。 ま、実際どんな感じのものになるかっていうシミュレーションなんですけども、まず5000円をファインペインにチャージをします。まあ、先ほどの銀行口座のキャンペーンと組み合わせていいと思うので、銀行口座からファインペインにチャージを5000円すると。 そしたら次にですね、今お伝えしたバニラビザギフトカードをファインペイで決済をします。そうすると計算するとこんな感じですね。バニラビザギフトカードの分は5000円分ゲットしたということと、それに加えてファインペイボーナスが125円相当がもらえるということになっております。これめちゃくちゃお得ですよね。普通にチャージをして、なおかつバニラビザギフトカードを買うと125円分がもらえるというものですね。以上がこちら4つ目のお得コンボについてでした。いやーね、これを全部6月の25日 に全部行えばもうこれだけ全てできるのでもしこの動画をまだ見られている方はですねまあトライしてみるのもいいんじゃないかなと思います。 ではですね、まあ、先ほどちょっとお伝えした2番目の銀行口座チャージ10万円チャンスについてなんですけども、まあ、僕自身ですね、まだファインペイに銀行口座の連携をしたことがなかったので、まあ、それも含めてチャージの方法もお伝えしようと思います。それではですね、まずファインペイの最初の画面を開いていただきまして、そこからま、早速口座連携しようと思うんですけども、ここの右上のま、人のようなマークですね、ここをタップします。そうするとご覧のようなページが出てくるので、ここに銀行口座情報変更というところがある のでここをタップします。 そうすると、ファインペイの暗証番号を求められるので、ここでご自身で設定されているファインペイの暗証番号を入力してください。で、画面を進むと、口座情報変更ということで、銀行口座が未登録と出ますので、銀行口座を登録するをタップします。そうすると、今はまあ、使える銀行口座はこちら、12345、5つということで水穂、みずほ三菱 UFJ、三井住友銀行、EU 自分銀行、ゆうちょ銀行ということで、僕はですね、今回こちら、三井住友銀行を選択しました。で、三井住友銀行の登録をする際、まあ、いろんな情報をですね、こんなものを入力します。 ますよというような情報が出てくるので、ここで次をタップします。で、これでまあもろもろですね。まあたくさん入力する項目があったんですけども、これで口座連携が完了ということですね。まあ、も,うものの3分から5分もかからずできますね。で、次にですね。この銀行口座からチャージを実践してみたいと思います。まあどんな風にですね。 銀行口座からチャージをするのかというところなんですけども、まずはですね、ここの右上のチャージというところをタップします。もしこのチャージのところが出てこなかったら、ファミペイを使うというスイッチが真ん中にあるので、それをオンにした状態であれば、このチャージの項目が出てきます。で、早速ですね、ここのチャージをタップしたら、下からいろんなメニューが出てきます。チャージ方法を選んでくださいということで、レジで現金ですとか、クレジットカード、銀行口座、ファミペイボナス、オートチャージということなんですけども、今回はここの銀行口座をタップします。そうするとですね、まあ、先ほど 付けた三井住友銀行とあとあ入金の金の額が出てきま,すまあ今回はですねまあキャンペーンに参加したいので5000円分ということでここの5000円分を選択した状態でチャージをするをタップしますそうすることでチャージをしてもよろしいですかという確認画面が出るのでここのチャージをするをタップしますそしたら5000円チャージ完了しましたということでこれで OK をタップして完了という流れですねチャージもめちゃくちゃシンプルで簡単でございます で、早速ですね、チャージを押した瞬間にですね、5000円分のバニラビザギフトカードをですね、もう購入してきました。まあね、これを今回僕も買うの初めてだったんですけども、まあレジの店員さんにバニラビザギフトカードをまあ、5000円分お願いしますっていう感じでお伝えして、あ、支払いを判定でお願いしますっていう風に伝えたら、スムーズに購入することもできましたので、まだですね、ちょっと銀行口座どうしようかなとか、購入するものどうしようかなっていう風に迷ってましたら、こんな風な流れで行ってみるのもいいんじゃないかなと思います。まあそんなこんなで今回は久し 自分のファンペそしてチャージコンボという話題でお伝えをさせていただきました。まあ、先ほどもお伝えしたように、本日6月25日であれば3000円以上であればね。先ほどのファミチキがもらえるということでもあるんですけども。もしそれができなかった場合にしても、先ほどの3つの方法ですね。初めてのチャージ、そして。 5000円分のチャージをすることで抽選に参加することができるということ。で、購入するものが迷ってたら、バニラビザギフトカードですね。これ5000円分を購入すれば、プラスファインペインボーナス2.5%分がもらうことができるので、まあ、こういった風なお得な組み合わせということで使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。今回お伝えしたですね、4つのキャンペーンについては、下の概要欄にリンク貼っておりますので、ちょっと気になるなっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 まあせっかくなんで今回はですね、ファインペイに関連する内容なんですけども、最近ですね、ファミリーマート、このファインペイが、クーポンをですね、ちょくちょくいただくんですよ。まあ、これどんな風な仕組みになってるのか本当にわかんないんですけども、まあ、今回僕はですね、本絞り中ハイであったりとか、アサヒザ・ゴールドという、まあ、無料のクーポンを2ついただきました。まあ、結構ですね、僕自身はもうファインペイの利用頻度自体は少ないんですけども、まあ、先月ぐらいですね、これライブ配信の時でもお伝えしたんですが、まあ、1万円分の まあ、ちょっとした保険などを払ったので、まあ、使ってないっていうわけでもないのかなと思います。まあ、けどね、使ってる金額はさほどそんなに大きくはないので、やっぱり利用頻度が少ない方には入ると思うんですが、それでもやっぱりね、あの、無料のクーポンをちょくちょくいただくことがあります。まあ、ツイッター上でね、見てたのが、今回のこの前のクーポンの時に、朝日スーパードライの6巻の無料のクーポンをもらったという方もいらっしゃったみたいで、いや、これはちょっと、個人的にめちゃくちゃ羨ましいなというふうに思いました。けどですね、 まあよくファインペイであるゲームですね抽選のゲームが月に何回かあったりするんですけども今回はですね小祝いのミルクとコーヒーこの無料クーポンチャレンジについてはこういったクーポンっていうかこういったゲームに関してはほっ とんどってか1回まだ当たったっことないんですよね、まあ、本当にね、この抽選であったりとか、クーポンがもらえる仕組みが全然いまだに謎が深まるばかりなんですけども、今この動画を見てくださってる視聴者さんはいかがですかね僕は全然ゲームは当たらないんですけども、無料のクーポンをちょくちょくくれるという感じですね。まあぜひ皆さんがどんな感じなのかあればですね、下のコメント欄に書いていただければと思います。ということで、ありがとうございました。